ああ、それでは村井邦夫さんでレ・ミゼラブルより星をお送りします。さあ逃げて行け闇の中息潜め生きて行けあいつとはいつの日か対決する対決する神の道を行くのは俺あいつは本能へと落ちてゆく地獄へ悪魔が落ちたように。さあ星たちは限りなく暗闇を照らすのだ。口も聞かず確かな夜を見張る刑事たちだ空の上で道を知るのだ季節ごとに巡るのだ同じように落ちて落ちるときは炎の中命かけぶち込むぞ結合しこの星に誓う俺は決まってるわやっぱり、決めてますねでもやっぱり、本当にこうなんか横目で見ておりまして、つまりその一生をかけるに値する仕事を見つけた俳優さんの横顔みたいな気がいたしまして大変良い私も勉強になりました。ありがとうございます。先輩の後についていきたいと思いますので、いかがですか。いやすごく気持ちいいですね。素晴らしいオーケストラで歌えるってことはね本当に幸せなんですよ。これだけフルオーケストラで歌うってことは僕たちはあんまりないもんね。ですからね、すっごく気持ちよかったさあ気持ちよかった村井さんにそれではどうもありがとうございました。今日のゲスト村井邦夫さんでした。